勉強の今宵からやいトーク。はい、始まりました築元郷の今宵ほろ酔いトーク第7回目になりました。8月です。今月もみんな来てます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。8月真っただ中で、まだまだ暑さ厳しいんですが、8月といえば、まあ、ライブもたくさん やりましたけど、8月といえば夏休み。なんか急に夏休みなんですよ。これライブの話してんでいい。ライブたくさんやりましたか。なぜか夏休み入れた。しましょう。いいですね。うん、いいな。なんか夏休みでなんか楽しい話ありますか。学生時代の夏休みの話ってどうでした。まあ、中学高校言うたらね。みんなも、まあ、僕はまあクラブしよったですからね。え、何剣道。おお、初めて。いや、初めて。なんかそう、初めて行った。少年剣士。少年剣士。もうね、古いですよ。もうね、市内を振り回しようとした。で、市内をね、市内を振る。若いからね、剣道も振り回し。どこ？え、振り回し。なるほど。思いますよ。だからもうそんな、僕ら高校の時はそんな感じでしたよ。中学高校剣道。うん、中学高校だし、三好高校。三好高校だ。あの金戸さん。おお、ね、おめでとうございます。オリンピックありがとう。うちの金戸。うちの金戸。あのこといいからね。あのやだら、あの地元で有名人が出るから、あの子の小さい時はよく面倒見たとかね。あのね、あのお父さんをよくしてたとか言う人がおるでしょ。その一人なんだ。知り合いか。つい先日、島根県の出会いのライブでもその金藤さんの話をしてました。したら皆さんからこう拍手いただいて、どうもありがとうございます。そんな感じです。僕下宿でした。僕夏休み帰ってましたからね。マジ何帰ってアルバイトしたの、うん、あ、そう。俺借りようもん、帰るからなかった。全部使って帰る。それが帰れんように使って帰るみたいな。なるほど。あの授業に出たという記憶はないです、ね。あ、そう。ない。当時大変とか。大変しましたよ。大変しましたよ。大変の世界です。大変して、あのバイトしてても全部その金を全部使ってしまうんで、その昼飯を食う金もないんですよ。でもなかったですよ。あのキャンパスにあの献血の車が来るの。献血車。あれ地方献血すればオレンジジュースと、うん、パンがもらえるんですよ。パンも。それ血を売って血を売って。で不思議なもんだよ。これ血打った後のオレンジジュース飲めない、気分が悪くて。 あれ言えるんよね。一人が何本これ通ってくれ通ってくれとか。え、そうなの。言えるんですよ。俺結構多い目に通ってくれ。結構多い目に通ってくれ。身を削って身を削って。気分悪くなりながらそのオレンジジュースとパンを食った。夏休みってネタなんですか。まあ学生時代の話ですね。そういうこともないね。こんなんでいいんだろうか。それじゃ今日の曲ね。これで曲に行くのはあれですけど、まあしょうがないですね。しょうがないですね。すごいしっとりした曲です。もうめちゃめちゃしっとりした曲を選曲してしまったんです。紹介お願いします。7月の、ティーブレイクコンサートの時に、この日はレコーディングライブというですね、ラインドリをしてくれてた音源から聞いてください。アセントどちらへと。何にもなかった暗闇で震えてた僕に
差し伸べたぬくもりが希望へと手招く。悲しみや苦しみをいくつも重ねて忘れてた夢の続き映してくれるよ。笑ったり嘆いたりそのたびに僕の心は揺れてる。いつの間にか愛しい全てが幸せにそっと火を灯すように今日までも明日からもずっと生きてゆく。ありふれた毎日はありがとうございました。じゃあ9月の告知をお願いしますけど、はい、9月19日ですね、月曜日祝日、三好のですね、新ホール、キリのサロンホールで、14時からなんですけど、なんとあのトキ、男前トキですよ、トキホールツアー2016愛はあるかい、はい、ノーライブございます。それにですね、我々チビエンキをゲストで呼んでいただいております。またイケメン対決再び、ただ何曲歌わせてもらえるかその曲を歌わせてもらえるかどうか分かりませんが、もちろんね、日にちはね、9月の19日月曜日祝日ですね、14時からミューシングの、サロンホールで行われます。料金はですね、3000円、というかね、全部、フルバンドでやるんかいときますので、わしは負けんようにやろう思うんですが、でもゲストと言われながらでも本当に歌わせてもらうのかどうかよくわからないお時間がある方はね、来ていただきたいと思います。そして、9月の21日、水曜日ですね、翌日が、祝日ですよ、ここですね、なんとあの伝説の女子校ライブ、待ってましたもう皆様待ちに待った女子校第4回目ですから、女子校ライブをやっちゃいます料金はですね、2500円、弁当とワンドリンク付きであります。ディナーショーですね。ディナーショーディナーショー8畳の2つをぶち抜きの、プロの PA を入れたのですね、もうシュチンクリーンライブとなります、問い見失ありますけどですね、を来ていただいて、ミラサカですよ、師匠前です、よろしく、まだね、本当でも若干、席が残っています、お問い合わせの上ですね、来ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、今回は夏休みネタでしたけどそうなんですかなんか雑談で終わっちゃいましたけど、また9月も雑談しますね、よろしくお願いします。それではこれで終わります。竹園教の竹でした。ケンソウでした。ノリでした。さよなら。さよなら。